味覚がバグるフルーツもらった。世にも奇妙なこの果実、ミラクルフルーツと申します。何がミラクルかと言いますと、なんとお酒大好きテキーラのお供レモンとかの味がバグるらしいんですって。いや何がバグるねーって感じですけど、早速試してみましょうか。はい、準備完了。それではミラクルする前に一口いただきます。あ、匂いだけで酸っぱいわ。涙出た。ではミラクルしていきましょう。口に入れたら噛まずに1分から3分口の中で転がすらしいです。サメちゃんみたいですね。いただきます。皮は何の味もしないですね。3分は長い。はい、オッケー。特に変化を感じません。それじゃレモンをもう一度試してみましょう。あー怖えな。いきます。甘っ。え、嘘。甘さがグレープフルーツとかイチゴに近いような甘さを感じますね。全然いける。うん、甘っ。いや食えますね。うんうん、すげえなこれ。はい、ということで今回はブルーミングスケープさんからいただいたミラクルフルーツを試してみました。機会があったら皆さんも試してみてください。いや、ごちそうさまでした。